どうもクライネット粗品です。今日はちょっとタイトル見てびっくりされたと思いますけれども、リードを復活させる方法ですね、割れたリードを復活させる方法をお伝えしたいと思います。で、何を使うのかって話なんですけれども、こちらでございます。見えるかな？見えますよね。リードカッターと言われるものがあるんですね。実はこういう風な、まあ、これちょっと安物なんですけど、まあ、このリードカッターを使って復活させようってお話なんですね。で、どうやってやるかっていうと、リードの先端、まあこの間ドリームリード割れちゃったじゃないですか。これね、ドリームリード、よいしょ、これ見えるかな。で、ドリームリードを右肩ちょっと欠けちゃったんで、これを復活させていきたいと思いますけれども、ただ条件があります。あまりにもひどい深い割れだと、割れとか欠けだと復活できません。あの、せいぜいね、このドリームリードはギリギリだと思います。1ミリちょっとですかね。これぐらい見えるかな、見えないかもしれないですけど、はい、このぐらいのやつじゃないと復活できないので、まあちょっと今から作業してみたいと思います。ではやっていきたいと思います。ということで、ここに割れたリード、ドリームリードありますね。ドリームリードがあります。もう画面見ながらじゃないんで結構難しいですけど、で、ここにリードカッターがありますけども、このリードカッターをこういう風に乗せていきます。で、まあ床につ つけながらというかやりましょう。割れたところ、ギリギリのところをセットします。いや、このくらいかな。で、ちょっとこれね、難しいんですよね。歪んだりするとね、使い物にならなかったんで、よいしょ、このくらいかな。で、この、ま、このカットの部分、カットこの回す部分、この回す部分見えてないですね。回す部分、この回す部分を回します。まあ下に置きながら回しますね。これ置きながら回せないんだ、すいません。ちょっと何度もやり直しますけれども、よいしょ、このぐらいかな。よいしょ、こうやって、よいしょ、こうやって回すとカットが完了して、割れた部分がなくなります。見えるかな、割れた部分がなくなります。ちょっと斜めっちゃったかな、ちょっと微調整しましょうか。で、微調整するときどうすればいいかというとですね、ヤスリを使うんです。こういうヤスリを使います。ヤスリを使います。映ってないですね、よいしょ、これですね。こういうヤスリを使います。ちょっと左の方が丸みが帯びてないんで、こうやって少しだけ、こんなもんかな。これでリード復活でございます。ちょっと試しに吹いてみましょう。ということで、ね、あっさり復活しましたけれども、試しに吹いてみましょうか。試しに吹いたらどんな感じに復活してるのか。ただね、注意してほしいのは、このやり方をやるとリードが硬くなります。今までよりも硬くなる。もちろん先を削ってるというか、カットしてるので、当然重くなるんですね、リード自体は。なので、なんていうかな、硬すぎるリードだと結構その後削らないと厳しいかもしれないですね。ちょっと吹いてみましょう。まあ問題なく吹けるんですが、すごい硬いですね。で、これドリームリードなんで、あんま削っちゃいけないのかなと思うんですけど、削って調整していく感じです。こっからね、まあ先がちょっとずれてたらこうやってやってもいいし、下の方を削るとか上を微調整するとか、そういうことをしてもいいと思います。ということで、実は割れても少しであれば、ちょっとだけ欠けたとかちょっとだけ割れたぐらいだったら、リードカッターという商品、これ多分数百円で売ってると思う、高くても1000いくらだと思います。リードカッターを使うことによって復活できますので、ぜひぜひ皆さんお試しいただけたらと思います。今日はちょっと短いですけれどもね、こんな感じでリードをどうやれば、割れたリードをどうすれば復活できるかってお話をさせていただきました。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとベルマークの通知をね、押していただけると、毎日動画投稿してるんで見ることできるんで、ぜひぜひそちらの方もチェックしていただけたらと思います。サブチャンネル、 LINE 公式 LINE、あと、なんだっけ、ツイッターですね。ツイッター、インスタグラム、その他いろいろやっておりますので、気軽に登録、フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。ありがとうございました。